はい、どうも、坂です。イーフトボールやっていきます。勝ち点あと3でディビジョン3に昇格できるってとこもできましたね。加藤。スペースへ、パスは稲本へ、シュート、はじいたボール。遅い。いやー遅かったな。いやーもったいない、まだある。ナンバとしてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないですよね。どうや、オッケー。チームの数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたい。ナイス、うまい、石毛王国のファンタジスタ。あー、うわ、いやもったいない。やばい、もう最後。ファーストハーフ、この終盤両チームスコアは0対0です。よし、なんとかいった。大きな1点ですよね。ただ欲を言えばもう1点決めろ。よし、いいと思いますけどね。うわ、やばい、嫌な展開だ。さあこれであと1点差。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの交流ができてるんですね。見事な展開でしたね。さあイケル、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。ちょっとこれ分からなくなってきましたね、はい、このままの勢いでもう一点ってこともあるかもしれないですね。おい、ガンバとしては今のはいい攻撃でしたよね。もう一点欲しいという気持ちが出てますよね。パティへ、パティ、ブロックしてるのに危ない。安定してのシュートでした。ムロヤ、稲本、やばい、生まれた。パティへ、あー、ナイス。は作れてますよね。今終わるわけ、あー、柿谷走ってない。さあ久保、さあ繋がるか、さあ来たかと呼んでいた。ガンバとしてはそろそろ上を意識して、堂安シュート。残り時間少ないですからね。冷静に対応してしっかり試合を終わらせる。うわー、これはひどいぞ。これは一発レッド。インテル、ここで10人になってしまいました。ガンバ、もう無理にはいきません。時間をかけてますね。リスクを負わず少し戻ってくるという考えでしょうかね。堂安、右サイドを上がっていきます。これを読んでいた。いいでしょ、ポジション切り替え。裏へのスリーパス、抜けてくる。さあムバッペ、あぶねえ。よし、なんとか勝った。今日の試合ですが、どうご覧になりましたか。ガンバとしては昇格のかかったゲームでプレッシャーもあったと思うんですけど、ね、はい、ということで初めてですね、ディビジョン3まで来ました。で、多分ね、もう明日から切り替えになるのでまたやり直しになると思うんですけど、またここまでね昇格できるように頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。